どうも、翔平です。今回は音がもう聞こえる アイソレーションのね、エイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思うんですけれども、前回はね、肝心なところを見逃してしまってですね、ここにこもってるわけでございます。ちゅうことでですね、あれ、私そういえばなんかアイテムが、これか、武器の使い方、アイテムの使い方もよくわからない状態でございます。もういないのかな？大丈夫な様子？ちょっと一回、ここで見て、セーブポイントそこでしょ？で、白く点滅してるのが私が今いる場所で、Take the elevator to the lower hospital ということなので、病院のね、下の階に行けっていうことだと思います。ちゅうことでですよ、スイッチフロアとかあるの？あ、もうついてんだ。オッケー。で、エイリアンにあの人がやられたらしいんですけど、もう死体すらない。音とかはね、さっき聞こえたんですけど、なんかベントの通気口のところを動いてるような音がしたんで、多分フロア内にはいないのかな？お？あ、なんかそこから出てきそう。真上にいる？大丈夫かな？ちょっと降りてきたらどうしよう。なんか開いたよ。俺が開けた今。ちょっとエレベーターそこだよね。オッケーオッケー。いやー怖い。大丈夫かな。いけそうな感じだね。じゃあとりあえず行きます。キーカードを使う。いやー、あれ、押さなきゃダメって話で、私がやりたいのはね、アイテムが、もう拾えないアイテムがいっぱいあるので、とりあえずそれを作るということをやっていきたいと思います。ちょっとロードが長いので、ちょっと一回カットね。さあ、Find the Trauma Kit ということで、トラウマっていうのはね、日本語だと心的なんか、なんか精神的な感じがしますけど、外傷っていう意味で、まあ、海兵隊の人とかね、軍隊の人でも使われてる。あのキットありますよね、ファーストエイドキットみたいの、止血キットのことだと思います。ちょっと待って、俺ちょっと今アイテムをね作りたかったんですけど、これ LB2 ビルド、この作ってる間もピンチってことですよね。使えるね。どんどん作れるもん作っておこう。拾えなくなっちゃったんでね。 LB OK。 で、次は何を作る。パイプボム、とりあえずメディキットとかも作っとこうか。これでしょ？めっさ動いてらっしゃいますよ、上で。はい、これで作れますね、もう。OK、OK、OK。パイプボムとかも作れるんじゃないかな。あ、まだ足りないアイテムがある？これと、これと、あ、やっぱ足りないアイテムあるね。エタノールでしょ？で、これ。あと一つで作れるみたいですね。ノイズメーカーっていうのは何なんだろうね。これはまだ作れないけど使っておこうか、アイテム。で、あとフラッシュ板。いやー、音がいろんなとこから聞こえてくる。これ武器切り替えるのもこれでやらなきゃいけないってことね。一応銃持っときます。多分ね、銃とかはね、使うと集まってきちゃうと思うんですよ、逆にね。いやー、ちょっと状況を確認しよう。これはエレベーターのマーク？それともセーブポイント？あ、セーブポイントだ。よし、じゃあとりあえずセーブゲーム。OK。なんか言ってるけど、もしあなたが人間だったら何だって？ちょっと聞こえなかったよく。
いや、いるね、もう。いいかな。いや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 。え？あれは死体が入ってるバッグです、多分。オッケー。もうあそこに十字架マークあるから、これ持ってっちゃダメ？これで終わりじゃダメ？ここにもあるね。すごいいろんなとこから音がするんだけど。え？どこで出てくるかだよね。上の方にいるみたいですね。なるべく物音を立てないでいきましょう。ドアロックって何これ？スタンバトン。よいしょー、抜いた。これで叩いて倒せる系？ここには入っていいんだ。何の部屋これ？ちょっと待ってね。スタンバトンっていうのが1って書いてあるけど、これ壊れちゃうってこと？いや、怖いな、これ。とりあえずアイテムを調べて、OK。で、これ何をすればいいの？ここで。エンビロメンタルコントロールって書いてあるけど、エクスプローザサンクリスタ、クリストバルメディカル、ファシリティと。うん、タイラーが怪我した、サンクリストバル病院を、調べ抜いてトラウマキットを探せと。トランジットセンターに持っていきましょうってことなんですけど。あ、今なんか息しなかった？違う？だいぶね、多分これじゃない？なんかここに、あ、これエタノールって、これただアルコールね。これやってる間も殺されちゃうのかな。 I need to talk to you, I got body up. おだいぶ読んでる暇あんのこれ。ちょっと落ち着いて読めさせてよ。なんで読めさせてよって。アクティベートクーリングシステム、ハイドロゲンシリンダーユニット U6 not found、 コールドルームインアクセシブルデュートゥーデエクストリームテンパラチャー。なるほど。極めて低温のため、多分、今はね、アクティベートできないらしいんですよ。その部屋に入れないって言ってるんですね。このシリンダーがなんか一本欠けてる。あー、欠けてる欠けてる。これね。これが欠けてるせいで、なんか空冷にできないらしいんですね。こっちを欠けてないから、こっちから先にやれってこと？エンゲージクール、クーラント。で、これで、今、あったかくなってるってこと？いやー、動いてる。これで、ここ入ってきたりすんの？すいません！許してください！待ってくださいよ。マジですか？マジですか？わかりました、もう一回やります。びっくりした、まさか入ってくるとは思わなかった。わかった、じゃあとりあえずあそこでやることは発見したんで、テイク2ということで決まっていきましょう。あまり時間かけてるとやっぱ来ちゃう可能性があるってことですね。今あんま音は立ててないからね。スタンバトンを取って、よいしょ。抜いた。で、ドアがロック解除される。で、クーリングのアクティベートはできないから、エタノールコレクトして、あ、これまずこれをオンにしないといけないんだ。わかったわかった。ターミナルで、いや、難しいよ、これ、結構。これね、はい、OK。それで、ここを、エンゲージ、エンゲージ。ここ、隠れる場所ないもんね。あんのかな？どっか。ないよね。こんなとこに入ってこられたら終わりなんだけど。ちょっと待ってね。いや、動いてる、動いてる。
今なら言っていいのかな、これ。何食わぬ香りでいたもんね。多分ね、こっちの部屋行って何かをすればいいんじゃない。いや、超近くにいるっぽくない。大丈夫みたいだ。これか、これ行くといない。あ、そこにもあるんじゃない。それじゃないの。違うの。音はしないけど、とりあえずこれを入れてですよ。オッケー、ちょっとセーブしたいな。あっ、いや、でもここの部屋にいるよりかは、いいのかな、行って。ちょっと怖い、入る。大丈夫そう。真上にいるんじゃねえのこれ。あー、一呼吸？もう出てっていいか。でももう繰り返したくないっていうのがあるんですよね。この部屋なんか行ったりして。この部屋ちょっと待とうか。この部屋で何すんの？ここにトラウマキットあんの？これか。これしかないぞ。アクセスリワイヤーしか。早く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 。システムリブート。ベントアクセス。オン。ベントのアクセス。あ、なるほどね。うん。なるほど。どこにいるんだろう。上だね、多分まだ。大丈夫？ほう、それ余計な音はいいんだよ。ちょっとセーブしますね。ちょっと早くセーブさせてくれ。もどかしい。早く早くセーブさせんかい。よし。で、多分弁当を使っていかなきゃいけないってことだよね、多分ね。インベスティゲートリンガーズオフィス、フォーインフォメーションだって。いやー、めっさ動かれてる、どっかを。ちょっと死体の上で申し訳ないけど。じゃ、ここ入って。なんかコメント見てると、フラッシュライト持ってませんとかいう。フラッシュバンだよね、これ。ふむ。どこでリロードすんだっけ？ Y だっけ？これじゃないな。おう。ちょっと待って。横見たらそこにはっていう感じ？ああ、入ってきたね、入ってきたね、入ってきたね。ここ？ここっぽいね。よいしょ。じゃあエイリアンが下にいる間に上に行きましょう。フラッシュライトの使い方がわからなくなってしまったという。よいしょ。よいしょ。ちょっと後で前の動画を見返して何ボタンでやってたのかを確認しますね。確かなんか X かなんかでリロードするんじゃなかった。ちょっと待って待って待てよ。落ちたらすぐいるとかやめようよ。いいのかな。待って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 。あ、いた。こっち？いや、なんか落ちたらすぐいいんじゃねえのこれ。なんかクシューって言ったよ。
落ちていいのかよ。落ちよう。じゃあ開いてる、扉が開いとる。ちょっと一回入ります。さて、この階に来たので、リンガーズオフィスが、目の前にありますね。ただそこの扉がなんか勝手に開いてるので、多分エイリアンさんがどこかにいらっしゃる。お、また上にいるのかなこれ。なんか動いてるね。多分外にいるんじゃないのこれ。歩いてるね。いやー、これ入ってきてんの？これわかんないのは嫌なんですよね。見えないんだよね、ちょっと。あ、こうやってちょっと傾けられるんだ。で、ちょっと一回出ますね。あ！ちょっとすげえ近くにいるっぽいんだけど。出たり入ったりを繰り返す。うわ、いるね、多分。あー、どこにいらっしゃるのかしら。また弁当の中にいるね、多分。ちょっと待って待って、まずリンガーさんのオフィスに行こう。え、こっちじゃないの？この人見事にやられてる。ここがオフィスじゃないの？あ、ここちゃう。逆だね、多分。とりあえず隠れるとこ探そう。そこね。で、アイテムがここにある。コンパウンド。さあ、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 そこはどこに繋がってるんだ？はぁ、じゃあやっぱここじゃないから、戻るしかないね。この人も多分エリアにやられたんだろうね。ここになんか行く場所ある？あ、こっち側か。逆側ってことね。え？あ、ここじゃないのね、じゃあ。ここじゃないのね。了解。じゃあ、やっぱりぐるーっと回る感じで行くのかな。こういうとこで鉢合わせしたら終わりですからね。え、何ここ？ちょっとすごい怖いんだけど。なんかカラーコーン置いてあるよ。ちょっとこっち側行って、セーブポイントがもう、至るとこにあってほしいんだけど、俺としては。お？お？お？ちょっと待って、とりあえず入ろう。とりあえず入って考えよう。大丈夫か？入ったからといって解決する問題でもないんだけどね。よし。そこにもあるよ、なんか穴。ちょっと入ってきちゃうんじゃないのこれ。とりあえず見よう。メッセージフォーリンガードナハリターン。トラウマワードフォートランスポーステーション。ふん。なるほど。多分その、あれのことを言ってるのがデスサーティフィケート。フォスターって人の死がクラシファイドになってますね。クラシファイドっていうのは機密ってことですね。リポートリンガード。リポートステートメントレコーディド。これは、オーディオが聞けんの？何これ？うん、こちらリンガーです。うん。うん。なんか死体みたいですね。I want to? うん。レコードを発表したいと思います。ペイシャント0番。0番についての記録。私のキャリアとそのね、名声っていうのかな、まあそれに対して脅しをかけてます、誰かが。
type of parasite she had encountered, but it had planted something in. 多分フォスターって人の女の人の症状を話してますね。パラサイトだから寄生されてるって。I had no way of knowing what would happen. それにね、手術したことによって何が起こるかなんて分からなかったからって言ってるんですよ。だから多分エイリアンが寄生された女の人の死についてちょっとまずい。まずい。ちょっと待とう待とう待とう、とりあえず待とう。ちょっと待とうよ。ちょっと今出たばかや。ちょっと待ってよ、もう今危ないから入ろうとしたのに。もうさて、オーディオのレコードを聞いたところまではたどり着きました。ってことでですよ、彼女のリポートによると、ランサムっていう、ここのオペレーター、その、なんていうのかな、手術の室長さんか何かに、なんか脅迫を受けてたらしいんですよね、そのさっきのビデオレターに、ビデオレターじゃないけど、レポートにね、言ってた女の人は。ただ、その最中にっていうか、その脅迫を受けてる間に女の人を助ける必要があったと。でその女の人がの体内に何かがね埋め込まれてたらしくて、それがねなんかなんだかわからなかったんだけどってね。でなんか処置をしたら何がね、そんなことが起こるとは思わなかったのにみたいなところで切れてしまいましたんで、まあ多分エイリアンの、おう、入ってこられた？おう、すごい近くにいる。え？はあ、ちょっと待ってよ、すごい調べてんだけど入念に。出ていく。せっかくここまで来たからさ、あ、足跡が整えていく。セーブポイントらしきものはないので、どうすればいいんだろう。なんかセキュリティデスク、あ、なるほどね、サーチオペレーティングシアターってところにあるんですね、トラウマキットは。なので、セキュリティデスクが多分名前がついてるんで、ここに行かなきゃいけないのかな？じゃあそこまっすぐ行けばいい？よいしょ。いや、歩いてるね。いや、タイミング良すぎやから。もう行った？遠のいてるけど、これちょっとね戻ってくんじゃねえの、これ。ほら戻ってきた。大丈夫かな。いや、まただよ。ちょっと無理なんじゃねえの、これ。どうやって行くんだよ。あれ？止まってると、そうか、反応しないんだもんね。あー、もう超近くにいるわ。あー、ちょっと無理だって。なんで出ようとすると毎回出てくるんだ、お前は。いつ出ればいいんだよ、これ。ちょっとここで休憩します。ちょっと待っててください。